続いて室戸コース4番ホールです。352ヤードパー4。今度は反対折り返しのホールで上りのホールになります。まあ、真っすぐ上りですね。フェアウェイが一旦2段がありまして、段までが230ヤードほど、狙い目はフェアウェイ右サイド。内さんのショットがど真ん中に来たので上の段ですしね、問題なくベストポジションに行きましたね。三枝さんの場合はきっちりフェアウェイの右サイドに打っていかないとセカンドでグリーンが見にくくなるんですよね。はい、三枝心さんティーショットナイスショットでした。フェアウェイ右サイドセンターに転がってきています。ナイスポジションですね。いいとこですね。なんかドライバーが振りすぎて怖いです。崩れるのが怖いです。来ないように一人で寂しく歩いてます。さあ、三枝心さんセカンド、少しバンカーがかかっているのかなと思うんですけど、グリーン奥に大きなヤシがあるんですけど、ほぼグリーンのセンター方向になると思うんですけど、グリーンセンター狙いでいいと思います。160ヤードの上り、180ヤードぐらい打つべきなんで、まあ、最後ささなフェアウェイウッドでしょうから、無理せずセンター狙いですね。大丈夫。あ、キャッチちょっと奥へこぼれたかもしれないですけど、ナイスショット、まあ、ナイスショットですね、うん、続いて菊池彩香さんです。グリーンエッジまで115ヤード、ピンが25で140ヤードの上りで、さらに風なので160ヤード近く必要になる。ちょっと大きめのクラブで抑え気味に打ったんだとは思うんですけど、左へ頭が突っ込んでいってしまいすぎたんですね。はい、グリーン上になります。グリーンやや右奥に三枝さん、菊池彩香さんともにこぼしているような状況です。しすぎた分ですね、インパクトで少し緩みました。三枝さんはパターを持ってるんで、これは逆に強めにはなってきますね。手前のエッジが長いので、できればアプローチ、ウェッジでアプローチをされる方が距離感は出しやすいはずです。エッジを通る距離が長くなればなるほど距離感は難しくなり、まあ、やはりショートは嫌なので強めになることの方が多いですね。はい、ね、菊池さんのが順目気味の少し下りのフックライン、しっかり打てない分だけしっかりラインを読み切らないと難しいですね。菊池さんが、3パットですかね、うん、回ってるだだいぶ風がうわマジか。左へ行きましたね。風に対して負けまいとする打ち方はしてるんですけど、右手が強く入って上から入ってくるので、やっぱり引っかかりやすくなるんですよね。三枝さんのアプローチ、グリーン面を使う距離が短いんですよね、はい、ボールからエッジまでの距離の方が長いので。少し今強めに入りましたけど、きっちり手前のエッジにワンクッションかけて狙っていく方がこう
確実だとは思うんですけどね、それをしようとしたとは思うんですけど、菊池さんのバンカーショット、今までのショット見てるとバンカーショットでもスピンがかかるような打ち方にはなってるので、どんどん思い切ってやればいいのになと思うんですけど、ちょっと今でも緩んでますよね、ショット的には。下りのフックライン3メートルですね、しっかり入れるしかない状況ですし、旗から見れば精神的な面で切れてしまったかなっていうふうに見えるかもしれないですけど、これが1日でたった2人しか予選を通らないっていう勝負なので、この辺はもう行くしかない、攻めるしかないっていう状況に置かれたっていう形のゴルフにはなってしまいますね。西草さんのパーパット下りの2メートルですね、惜しいな、ほぼ曲がらなかったですね。少しスライスラインには見えるとは思うんですけどね、多分僕でもスライスに読んでしまうラインだと思います。曲がらなかった方が不思議ですね、三枝さんのアプローチ、アベレージゴルファーだとウェッジ持っちゃうと思いますけども、これサンドウェッジ、アプローチウェッジっていうものよりも逆にもっとはっきり転がしてあげるピッチングだとか9番アイアンなんとかで上手に転がしてあげる方を練習されると、確実にはいきますね。プロみたいにふわっと上げてトントンと止めるようなアプローチを目指しがちですけど、打つことに対するミスはロフトの立ってるクラブを選ぶ方がミスは減りますよね。続いて室戸コース6番ホールです。499ヤード、ロングホールになります、かなりの打ち下ろしのホールでティーショットがね30メートルぐらいの打ち下ろしになると思うんですけど、セカンドショットのことを思うとフェアウェイ右半分からの方が狙いやすくなります。三枝さん今ティーショットが左のラフ、まだ前が空いてるとは思うのでなんとかなるとは思うんですが、菊池彩香ちゃんの距離ですと、右の1つ目のバンカーは越えると思います。で2つ目のバンカーに届くか届かないかなんですけど、そのバンカーを嫌わずに右目打ってもらいたいですね。あ、痛い。三枝心さんの、残り距離がグリーンエッジまで130ですね、ピンが21なので150の上り、最低でも165ヤード。ただこれ見てるとかなり右向いてるので、これまた右の山向いてます。どうなるでしょうね。あ、やばい、避けて、バンカー避けて。やはり右を向いてナイスショットしようとするとどうしても引っかかりのボールになりますね。これは自分の体の向きを修正していかないとナイスショットにはなっていかないんですよね。菊池さんの3打目ですね、左のラフでつま先下がりですが、距離はピンまで105ヤードの上り、110ヤードアゲンスト
ですね。これもこう傾斜のかなりきついところでボール止まっているので、大きなフルショットみたいなスイングはしない方が賢明ですね。だからこれも大きめのクラブで3クォーターのようなショットを選択してくると思うんですけどね。少ししっかりしたスイングをした分だけ、体が少し突っ込み気味だったんで、少し思ったよりも引っかかってる状態ですね。それではグリーン上です。バーディートライですね。出足は少し半分下りのスライス、最後が上りのスライス。しっかり打ちましたね。久しぶりにカップオーバー、ちゃんと綺麗にオーバーした感じですね。室戸コース7番ホールになります。少し右ドッグレッグ気味の短いミドルホールなんですけど、今日は強いフォローが吹いてますの で右の OB が少し狭いので、それだけ注意しながら打つのがティーショットになると思います。心さん、ドライバーのティーショットナイスショットでしたか ね左のラフまで行っちゃいましたけど、左のラフですか。三枝心さんのセカンドショットです。つま、はい、先下がりの左足下がりといった、そうですね、はい、距離はピンまで95ヤードですね。風が、追い風がかなりきついので、ボールを止めることは難しいので、できるだけグリーンエッジ手前陣内車乗ったところあたりにキャリーを狙いたくはなりますね。十分菊池さんのセカンドですよね。セカンドといえど もうグリーンの横まで来てますんで、アプローチになりますが、ピンに対しては少し、フックラインで面は受けているので、こうボールを止めるということに関してはしやすいです。しっかり打ちましたね。逆にその入れに行ったイーグル狙いのようなアプローチにはなりましたね今ね。佐久さんのバーディートライですね。今距離はまだ13メートル4メートルとあるんですが、芝目は逆目になります。で最初登っていきます。上りのスライスから最後少しだけ下りのスライス。ここも海が見えるグリーンということ でこれもやっぱ芝目を少し考えないとダメですね。そばまで来てたんでバーディー取ってもらいたかったですけどね。今日はありがとうございました。第11回横浜タイヤゴルフトーナメント、プロギアレディースカップ、オサカントリーで行われます。3月9日から11日の3日間、来れない方もいらっしゃると思うんですよ。そんな方のためにテレビ東京系列で放送が見れます。ぜひそちらもチェックしてみてください。バイバーイ。